それでは、まず第一章、闇と光が対峙する、話の主題を移したいと思います。ネガからポジへ。ネガとは、かつて写真撮影で主役を務めたモノクロフィルム、あるいはカラーフィルムの因果を指しています。ポジとは、洋画とも呼ぶのですが、これは写真のプリント、つまり、紙焼きを指しています。この写真は皆さんご存知かどうか、ロバート・フランク。今、世界の写真家が敬愛する著名な写真家ですが、そのフランクのコンタクト、つまり密着焼きの一部です。私は去年、2009年、ロバート・フランクのコンタクトを集めた特別な本をデザインしました。これまでフランクが公表しなかった作品集です。その中の一場面、アメリカ人という彼の代表作とされる写真集の一カットをここに借りてきています。皆さんはご存知かどうか、今から50年ほど前にはモノクロ写真、つまり白黒写真というものが主流であり、90年代まではまだ使われていました。モノクロ写真を撮る写真家は、まず、このようなコンタクトシートを自分で作り、撮ってきた作品の出来栄えを確かめました。デジカメ以前の写真では、カメラという暗箱に収めたフィルムに、レンズを通した外光を当てて感光させます。そしてまず、ネガフィルムが出来上がります。写真家にとっては、これがとても大事な作業でした。今、ここに映し出されているものは、白と黒の光が反転した因果、つまりネガフィルムです。まず最初に、このようなネガの状態のフィルムが出来上がります。ネガフィルムを作るには、暗室の中でカメラからフィルムを取り出して現像します。光が当たった部分が薬品処理で黒くなり、光が当たらない部分はそのまま透明になる。これがネガフィルムの特徴です。つまり光と闇、この両者の関係が現実とは逆転して定着することになります。このネガフィルムを暗室で因果紙の上に置きます。そして光を当てます。そうすると2枚重なったものがみるみる黒くなります。ネガを外します。下に置かれた因果紙の上にはポジの画像が焼き付けられています。昔の写真の焼き付けにはこうした面倒な手間をかけていました。そしてこのような錬金術的な作業をするためには暗室という真っ暗な部屋、オレンジ色のランプがついているだけの暗室の中で行われる密室の作業が必要でした。暗室の中で光に出会う。ネガからポジへと反転される。これが写真を焼き付けるときの基本となるプロセスでした。実は写真家だけではなくて、グラフィックデザイナーと呼ばれる私たちも同じように暗室を使う作業をしていました。50年代、60年代のデザイナーの三種の神器は、まず暗室があること、そして引き伸ばし機があること、さらにクイックコピーと呼ばれる初期のコピーシステムがあること、これが三種の神器でした。現在のパソコンがあり、スキャナーがあり、カラープリンターがある。こうした環境とはまるで違う世界でした。
明るい光の下での作業ではなくて、暗い闇の中、暗室の中でデザインの最初の作業が行われていたのです。さて、これまで見てきたように、一枚の写真が出来上がるまでの過程には、暗室の中で光に出会い、ネガからポジへと変容する。つまり、闇から光が生まれ出るという過程が存在していました。巧みな写真術とは、光の錬金術と言っていい、ある種の焼き付けの魔術を駆使することでもありました。私たちデザイナーも、写真家に似た暗室作業を必要としたわけですが、そうしたこともあって、私の若い頃には、数多くの写真家の友人、知人との付き合いがありました。ほぼ同世代の写真家たちです。例えばこれは、広島、長崎、ドキュメント1961。広島、長崎の原爆被害の写真を集めた写真集です。1961年に日本原水協が出版しました。写真家は土門健さんと東松照明さんです。表紙にはピカドンと呼ばれた原爆の強烈な光のパターンを四角い表紙に白押しして放射能を撒き散らす一瞬の光と、この光がもたらした破壊的な死を暗示したつもりです。これはこの写真集の一見開きで、被爆した長崎の天主堂の像、顔が剥落したマリア像を撮った東松照明さんの作品です。地に落ち散乱する聖者像、キリスト教の信者には強い衝撃を与える映像です。そして被爆者たちの現状も鋭いカメラ愛で報告されています。広島原爆資料館に展示された遺品の数々。高熱で溶けたガラス瓶。原爆落下の瞬間に静止した腕時計など。この写真集のデザインは、淡月清さんとの共同制作です。この頃、毎日のように出会い、議論を重ねていました。つい先頃、二人で仕事をしているポートレートが見つかりました。大辻誠司さんの撮影で、背景のパターンは、私がデザインした日本原水協のシンボルマークのスタディです。広島、長崎、ドキュメント1961。この写真集は1961年の日選美会員賞を受賞しました。これは細江英子さんが三島由紀夫を撮影した写真集、バラ系です。1963年、世に衝撃を与えた作品です。作家として名を成した三島由紀夫が自らの羅針を晒し、バロック的な空間に包まれて聖セバスチャンの殉教の姿へと変身するというような演劇的、ロマン派的な演出でした。これはテキストページのデザイン、白と紫の文字が内容の変化を伝えています。三島由紀夫自身が彼が理想とする作中人物になりきってしまった。それを写真家である細江さんが縦横に取り切った。特異な題材、特異な写真集として当時とても話題になりました。次は川田菊地さんの地図です。1965年、45年前の出版です。
黒い厚い防土紙で組み立てられた多頭の中から写真集が現れます。カバーを覆うイメージは燃え上がる紙の写真、そしてその紙の上にはこの地図という作品集に取り込まれているキーワードの文字がまるで記憶のメモのように並んでいます。カバー裏は作品リストの和文と英文で埋め尽くされています。この写真集に散りばめられた映像は、例えば廃墟となった軍事要塞、そしてその内部、鉄くず、川面に映る横倒しの原爆ドーム、あるいは特攻隊の遺品の写真、いずれもがザラザラした質感を持つ、肌を魚でするような第二次世界大戦の記録、記憶の映像です。そうしたものに再会する日本人の歴史への反省が、日本の未来への、日本が進むべき道への一つの地図になりうるのではないか、という思いが込められ、生まれ出た写真集です。川田さんが執拗に撮り続けた無数のポジを目の前に並べ、その一つ一つを厳選する。それはとても大変な作業でした。今この本は古書市場で高値を呼んでいるようです。なぜかというと、この本は全ページが観音開きという特殊な形で製本された珍しい写真集だからです。観音開きとは、仏壇の扉を開くように、本のページが左右に開いて大きく広がる。全ページが手の込んだ形で折りたたまれ、製本されています。そのために、閉じられた本でありながら、写真同士の思いがけない出会いが生まれます。めくることで意表をつく映像展開、ハッとする一瞬が生まれ出る。60年代では世界でも珍しい特殊な製本による写真集でありました。このような複雑な構造と展開を見せる川田菊治写真集地図を紹介しました。次は、奈良原一光さんのヨーロッパ静止した時間。1967年の刊行です。奈良原一光さんは、実に天才的な写真家でした。例えばこの見開きページ。とりわけ、右の写真を見てください。イタリア、ベネチアにおける一瞬の風景です。鳩の影が点々と狭い石畳の道の真ん中に並んでいます。この写真の上の方には私たちには見えない鳩が飛んでいます。そしてこの鳩が飛ぶ空間も狭いんですよね。だが、写真家が、はい、飛んでくれと命令して鳩が飛んだのではありません。まさに偶然の一瞬の出会いを素早く的確に捉えてみせたのです。私はこの写真を見てとても驚きました。とても好きな写真です。なぜかというと、この頃、奈良原一光さんとは毎晩のように出会い、話をし、交流を深めていたんですが、普段の奈良原さんを見ていると、とてもこんな一瞬を撮れるような、敏捷な写真家には見えないんです。彼の日常はむしろゆっくりと考えを巡らす。
なかなか決断をしない。だが、彼の頭の中、心の中には、豊かで鮮烈な詩情、ポエムの感性が満ち溢れています。多分、鋭い予感を得て、このような一瞬を見事に捉え切ったと思います。奈良原さん独自の詩情溢れる写真、文学的とも言える写真、私たちの思索を誘う光のドラマの写真が、ヨーロッパ静止した時間という作品集を特徴づけています。さて、これらの4冊の写真集、広島長崎ドキュメント1961、そしてバラ系、地図、さらにヨーロッパ静止した時間、これらの他に、例えば高梨豊さんの都市へ、表紙に貼られた大きな円盤はアルミ板を磨いた鏡で、表面が凸レンズのように少し膨らんで外界世界を映しています。この本にはノートブックのような超写真集、東京人と題された写真集が箱の中に何気なく同居しています。小さな冊子なのですが、中に収められた写真は見事な出来栄えの話題作です。さらに森永純さんの川のデザイン、このようにいくつもの写真集を作りました。私の初期の写真集のデザインは60年代から70年代に集中しています。そして70年代後半になると、アジアを主題にした写真集、例えば菅博さんの写真集などが数多く誕生します。さて、これらの写真集を見たり、写真の焼き付け過程を理解されると、黒から白へ、闇から光へという光の推移が写真術やデザイン術の基本となる主題だと言っていいのではないでしょうか。黒と白、闇と光、そのドラマティックな拮抗、対極原理。私はこの主題を私自身のデザイン語法にしたいと思いました。ところで、1970年代から80年代になると、私は様々な世界の象徴図像を目の前に広げ、研究するようになりました。これはその頃に出会った二つの図像です。まず現れたものは、言うまでもなく、中国で生み出された対極図、陰陽渦巻く図像です。右に現れたものは、ソロモンの封印として知られる図形です。白と黒の三角形を逆向きに二つ重ねたもの、ユダヤ教のシンボルとして知られています。この二つともが、実は陰と陽、光と闇、さらにこの二極を超えた多極的な象徴性をはらむ図像なんですね。対極図の白い部分は陽、黒い部分は陰。それぞれの頂点の最も膨らんだ部分に小さな点が生まれています。目玉のような極点です。まるで一対の鳥か魚が互いに互いを追い合うような図形にまとめられています。陽、陰の部分はそれぞれに、例えば陽は明るい、動く、熱いといった活性に向かう特性が陽に属しています。一方の陰は暗い、静か、冷たいといった
沈んだ特性が陰に属しています。さらに、重いと軽い、濃いと薄い、中心と終焉、あるいは積極と消極、集合と分離、さらに陽子と電子などといった対極をなす二つの特性が出会い、混ざり合い、様々な現象を生み出して森羅万象を覆い尽くす。これが古代中国で生み出された自然観、宇宙哲学の根本にある考え方です。一方のソロモンの封印、二つの三角形が重なり合う象徴図像には、怪しげな二つの顔が現れています。上の方に現れた白い顔は光の王。下の方の闇に現れた黒々とした顔は闇の王だと言います。二人の帝王は善と悪、光と闇の対立原理を象徴しています。白い王、光の王は、体全体が白い上向きの三角形を形作ります。その頂点に、頭上に王冠をいただく顔が描かれています。それに対して、下に現れた闇の王は、下向きの黒い三角形を体にしています。白い王は黒い両腕で闇の世界を抑え込み、黒い王は白い腕で光の世界に拮抗しています。白と黒、光と闇を象徴する色が対比し合い、循環し合って現れています。この上向き、下向き、二つの三角形は、エジプトや地中海周辺諸国に始まり、イスラム文化圏を経て、中世ヨーロッパで展開された錬金術にも深い関わりを持っています。上向きの三角形は火を象徴し、下向きの三角形は水を象徴する記号だとされています。また、世界各地で上向きの三角形は男性原理を象徴し、下向きの三角形は女性原理を象徴すると言われています。このソロモンの封印は、二つの三角形を逆向きに交わらせることで、光と闇、火と水、善と悪、男性と女性といった様々な対立原理を、拮抗し合い、絡み合う二元性、多元性を示す図像として表現した、稀有なものです。その外側を、ウロボロスの蛇、自らの王を食べつつ成長すると言われる摩訶不思議な蛇が円環をなして囲んでいます。中国で生まれた対極図、チグリス・ユーフラテス川上流の古代文化が生み出したソロモンの封印。世界各地の人々がこのように文化的思考力を深めながら光と闇を根源的な現象として捉え、図像化を試みていることにも気づかされました。先ほど見たネガからポジが生まれ出る瞬間です。ネガが因果子の上に重ねられ露光される。ネガとポジがぴったり重なり合う。陰と陽が重なって黒一色、つまり混沌の闇が生まれ出る。先ほども話したように、この瞬間こそが私の初期デザインの発想の一つの拠り所になりました。そこで黒と白を主題にした私のブックデザインを少し集めてご覧に入れましょう。